イエスベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に、属す、町村である。イエスベルクは、ケラーエーダー勢自然公園の南東端、シュバルム川の支流キルザ川の谷に位置する。ケラーバルトの最高峰でシュバルムエーダー軍の最高地点でもある海抜675メートルのビューステガルテンはこの町の町域内にある。町内の南西部には、ヘムベルク連山がある。 カッセルからマールブルクに至る連邦道 B3 号線が町内を通っている。イエスベルクは、北はバート・ツベステン、東はノイエンタール、南はシュバルムシュタット及びギルザーベルク、西はハイガと境を接している。この町は、以下の各地区からなる。イエスベルク城塞13世紀の初めに、 貴族一門の隣人川家によって建設されたイエスベルク城塞は1241年にマインツ大司教に売却され、その霊園として改めて同家に委託された。この城はナウムブルク、フリッツラー、フェルスベルクのハイリゲンベルク城と共にマインツ大司教がヘッセン砲白と対峙する北ヘッセンの主要な防衛ポイントであった。 この城は1426年に大規模な拡張、増強がなされ、1427年7月23日に、フリッツ近郊のグローセネングリザープラッテの戦いで、手ひどい敗戦を喫した、雷人間白ゴットフリートが指揮するマインツ軍の退却に利用された。1469年にヘッセンカッセル軍とヘッセンマールブルク軍との間で戦われた、ヘッセン兄弟戦争では、 カッセル軍によって占領され、一部が破壊された。1524年に改築がなされたが、1586年から徐々に老朽化が始まった。イエスベルクのバロック様式の上官は、ヘッセン・カッセル・ホーハクカールの息子である、マクシミリアン・フォンヘッセンによって18世紀前半に建設され、トライスバッハ川沿いの地に建設された。彼は1723年に、 父親からリヒエローで古領地やフンツハウゼン村を含むイエスベルクの統治権を譲渡されていた。これは1721年に隣人元家のルートビヒが断刑後継者を設けずに亡くなり、イエスベルクの統治権が翻白に返還されていたものである。さらに1723年から1753年にマクシミリアンの4人の幼い娘の願いによってイエスベルクの南東に プリンセシンガルテンが造営された。現在のイエスベルク周遊林がこれである。ナポレオンによるベストファーレン王国時代、イエスベルクはイエスベルクオンゴーリの首優となり、治安裁判所が設けられた。イエスベルクには1911年10月2日に開業した鉄道チンマースローデゲミュンデン線、ケラー鉄道の駅があった。この路線は 1972年5月28日に、前線の旅客運行と、ツインマースローでギルザーベルク間の貨物運行が廃止された。1968年9月1日に、レプティヒト、イエスベルク集落から北西に 2km 離れた、グートブルヘンハインが、それまでは単にやや大きな村に過ぎなかったイエスベルクと合併し、自治体としてイエスベルクが成立した。 1972年1月1日に、それまで独立した町村であったイルンドー・デシュトラングが、続き、1974年1月1日に、デンスベルクとフンツハウゼンが合併したことで、町村としてのイエスベルクは、現在の形となった。町内で最も古い集落はおそらくフンツハウゼンで96、969年に、初めて文献に記録されている。デンスベルクは1085年。 エルンドーデは1343年、シュトラングは1565年、レプティヒは1580年が文献上の書室である。デンスベルクの教会この町の住民の多くがプロテスタント教会の信者である。イエスベルク、フンツハウゼン、エルンドーデ・シュトラングの教会組織はイエスベルク牧師区の管轄下にある。デンスベルク牧師区には行政上は ギルザーベルクの地区であるシェーンシュタインとモイシャイトが含まれている。レプティヒはニーダーウルフ牧区に属す。第二次世界大戦後、イエスベルクにカトリック教会組織が発足した。その信者の多くは難民たちであった。彼らははじめ、イエスベルク上官の部屋を祭事に用いていたが、1967年に教会堂を完成させた。現在イエスベルクのカトリック教会組織は、 ノイ・エンタール主任司祭区に属している。首ユであるイエスベルク集落には第二次世界大戦前からユダヤ教組織があった。1904年から1905年に集落の外側、ヘムベルクの麓に作られたユダヤ人墓地が現在もそれを忍ばせる。デンスベルガー通りにあったかつてのシナゴーグは現在は住居として利用されている。イエスベルクの町議会は 15議席からなる。町長は、1993年から、ギュンター・シュレンマーが務めている。2005年3月20日の選挙では、対立候補がなく 90.、90.8%の票を獲得して、町長に再選された。イエスベルク上官。左手奥の山の上に、イエスベルク城塞の首都が見える。B3 号線沿いの10分の一税倉庫ギルザ。 川沿いの公民館の近くに、イエスベルクヨカセンターがあり、レストラン、キャンプ場、温水屋外プール、スポーツグラウンド、テニスコートがあり、この他にも、スポーツレクリエーションを楽しむことができる。見どころは、歩いて登ることのできる首都を有するイエスベルク、城塞とデンスベルク城塞跡である。イエスベルク城間と集落の外の森に位置する、プリンセシンガルテンは18世紀に、 紅白の子息マクシミリアンフォン決戦によって造営されたもので彼はその生涯の大部分をイエスベルクで過ごした。連邦道 B3 号線沿いに古い10分の1、税掃庫がある。イエスベルクは多くの遊歩道が整備されたケラーエーダー税自然公園内に位置している。散策の人気のゴールはデンスベルクから北に約 3km2003 年に高さ 28km。 メートルのケラーバルト島が建てられたビュステガルテンである。この他、町内をケラーバルト下行くとルルスプファートが通っている。また、イエスベルクとデンスベルクとの間に森の学習路がある。この町の社会生活はサークル活動に特徴を付けられており、数多くの定期行事が組織されている。すべての地区に消防団がある。ケーラーフェラインはケラーバルトの中で 伝統的な炭焼きを復活させ、公開実演を行っている。町外でも有名なアマチュア劇団、デンスベルガー・フリューシュテュッカーは、毎年夏に、かつてのデンスベルク城の堀跡に設けられた野外ステージで演劇の上演を行っている。イエスベルクには、基礎家庭学校が1校、幼稚園が1園、旅館センターを併設した公民館が1棟、無給のボランティアによって運営されている。 図書館が一館ある。デンスベルク、エルンローデ、フンツハウゼン、レプティヒの各地区には地区の集会所が設けられている。このほか、5つの子供広場、2つのグリル場、水浴場、ミニゴルフ場がある。ありがとうございます。